廃線後の木曽川橋梁北江那鉄道線は、かつて岐阜県中津川市の中津町駅と江那郡付地町の下付地駅を結んでいた北江那鉄道の鉄道路線である。愛称は江那電。大道電力が木曽川に追いダムを建設する際、付地側からいかだを使っての神宮備林の木材輸送ができなくなってしまうことから、ダム建設の見返りとして建設された。 そのため貨物輸送も多く行っており、下津地駅には、江奈郡か下村渡来との間を結ぶ、付地森林鉄道が接続し、起点中津町駅と中央本線中津川駅間には、貨物連絡線があった。また終点を、付家地町の中心地付地とする計画であったが、用地買収がうまくいかず、1931年に免許が失効した。 中津町駅へな京口駅や真野田川駅、苗木駅大城苗木駅、波松駅関戸駅美濃福岡駅、栗本駅美濃下付駅、多瀬駅稲荷橋駅下付地駅1926年頃、中津川駅と川上地区を結ぶ、中津電気鉄道の計画が存在した。北名鉄道が経営に参加し、期間は 762mm、600V の電化での計画であった。 これは、中央西市かつ工場専用線を旅客化し、それを延長するというものであり、将来は、改め岸北エナ鉄道線との相互乗り入れも考えられていた。実際には計画のみに終わる。予定値や測量の結果は、エナ山森林軌道の建設の参考にされたという。事実、この中津電気鉄道の計画路線とエナ山森林軌道はほぼ一致する。 鉄道免許上カフ、官報1926年5月27日、類似の会社名があるため、終わり地内に関係ないため、中津川市下関近大編に、1089ページ、地方鉄道及び軌道一覧昭和10年4月1日現在、日本全国諸外社役員6、第32回、地方鉄道に誘拐し、官報1924年8月12日、 鉄道省による。白井では4月5日、鉄道省による。白井では6月28日、地方鉄道駅設置、官報1926年8月30日、鉄道省による。白井では3月27日、鉄道省による。白井では8月7日、鉄道企業廃止、官報1932年2月4日立ち鉄道、1K 笠原鉄道 1K。 白土佐田男北北名鉄道見分記、レイルファンナンバーワン15、11ページ、客車略図上目黒見書では、中津電鉄株式会社、期間 1067mm、中津川市下関近大編に、1109から1110ページ、ありがとうございます。